日本の北の大地、北海道札幌市。郊外の豊かな自然の中、札幌芸術の森は1986年にオープンしました。美術館をはじめ、制作体験のできる工房なども集まるアートの複合施設です。見どころは野外美術館。広大な敷地に現代を代表する彫刻家の作品74点が点在しています。宮脇愛子のうつろ日、ステンレススチールの流線が新緑を映して漂います。彫刻のイメージを覆す軽やかな作品です。雪深い時期、野外美術館は休館になります。しかしこの季節ならではの楽しみ方があります。毎年1月から3月に行われるイベント、寒食ウォークです。寒食は日本の雪国で古くから愛用されてきた履物です。あ、ふかふか。ふかふか、もうちょっと行ってごらん、ほら、ふかふかでしょ。寒食を履けば足が埋もれず歩くことができます。この助けを借りて冬景色の中、野外作品を楽しもうという試みです。こちらの作品、冬の時期は鮮やかな色彩が一層映えます。キリンのブロンズ像は頭だけ覗かせています。雪が溶ければご覧の通り。雪景色だからこそ本来の意図が際立つ作品も。こちらは北海道の風土に根ざした作風で知られる本田明治の道標、獣を背負う男。前を見つめ大地を踏みしめる男性、北海道の厳しい自然の中で生きるたくましさが一層伝わってきます。そして野外美術館には札幌芸術の森のシンボルともいえる作品があります。四つの風です。素材は赤蝦夷松。野外展示には不向きな木材を使った彫刻作品です。作者は北海道出身の彫刻家、砂沢美希。木をね、その素材を強引に人間の人為的な方向にねじ曲げたり、そういうことっていうのは俺やっぱりいけないんじゃないかと思ってます。4つの風は1986年の開館に合わせて作られました。高さ 5.4 メートルの4本の木彫りはそれぞれ東西南北の風を表しています。北海道の大地で数百年の風雪に耐えてきた大木、その存在感が砂沢ののみによって際立っています。例えばこの木にしたってさ、年に何百年ある、少なくとも200年以上あるわけです。こいつは俺よりも4倍以上の、ね、年輪を持ってるわけだよ。でこいつの言葉が持ってるわけだよ。それをやっぱり俺たちは知らなきゃいけないってことです。で俺が制作しようとすることは、つまり今ここに切り出された木をもっと再生させて、なんかもっと還元させる方法をできやしないか。砂沢は木と対話するようにのみを振るい、
木が持つ本来の姿を引き出すことを信条としていました。同時に自身の作品が時の経過の中で風雪という名ののみにより変化していくのは当然のこと、朽ち果てることも含めて自然そのものだと考えていたのです。砂沢ビッキは4つの風を作った3年後1989年にこの世を去ります。そして2010年、腐敗によって一本が倒壊。その3年後にはたった一本を残すのみとなりました。倒壊した木は砂沢の望み通り手をつけず、今もそのままの状態で置かれています。年月を重ね、自然の中で姿を変えていく作品。実は小さな命と共存しています。2019年、エゾリスが巣を作っていることが分かったのです。そして新たな芽吹きも。これこそ砂沢が最も望んだこと。自然や時の流れに抗わない砂沢ビッキ芸術の姿です。自然とアート、そして命とのつながりを問いかけてくる美術館、それが札幌芸術の森です。